はいえ。皆さんおはようございます。テクニカルの質の森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。今日はですね、株価上昇も今度はビットコインが危ういという話をしていきたいと思います。久々にビットコインを取り扱いますが、ちゃんと株価上昇で安心できるのがちょっと一部厚めにしてますので、よろしくお願いいたします。で、ビットコインちょっと気になっている方も増えてきたかなと思いますので、まあ、上昇取れるのが危うい理由というのもお話をしていきます。で、最後は一問均衡表で見ていきますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、私のチャンネル チャンネルではこういった最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析チャートの分析を必ず毎朝7時半までに動画で投稿しております皆さんの朝の株を見るチャートを見るそんな習慣になれるように頑張っておりますのでぜひよろしくお願いいたしますでちょっと今日はちびちゃんが起きてるので少しにぎやかかもしれませんご了承くださいでは、えー、昨日のチャートの振り返りからいきましょうまずは日経平均株価格化プラスの636.612.32%のプラスということになりましたしっかりと上がっていますねなのでで、まあ、安心したいところではありまますが、ま、だ自立販売 発5日線も超えていないというところですので来週以降もしっかりと見ていきましょうキオドランキング見ていただくとファーストリテイリング、東京エレクトロン、KDDI、ファナックこういったところが入っているのはねかなり安心かなというふうには思いますがソフトバンクグループがいないっていうのだけ若干気になるかなと思います小幅高ということになっております、えー、コロナの新規感染者数確認しておきましょう東京都が854で多いところだと愛知598、北海道593全国で6266、まだ相変わらず多いなというふうに思いますね トピックスいきましょう。プラスの三十四点三八、一点八六パーセントのプラスということになりました。こちらも大きな上昇ということではありますが、まだ五日線を超えていない。チャネルにも復帰していないということで、来週以降、しっかりと見ていきたいと思います。で今週の注目点、一つは、やっぱり日銀外配が入らなかったことはですね。ちょっとセンチメントには良くないかな、というふうに思っております。まずはまずいきましょう。十九点一・六、一点八パーセントのプラス。ザラバは結構、マザーズ弱い、弱いというふうに言われていたんですが、引けにかけてはしっかりと上がったんじゃないかな。 なとといいいう,ふうには思います記憶度ランキンキグを見ていただくフフリリーーーーベースメルカリマネーフォワードこういったところが上げてくれるのは、ね、非常に安心感は強いなと思います一方で決算後プレイドとかヤプリとか QD レーザーこういったところが下げているのはちょっと気がかりではありますが、まあ、決算ピークはもう終わりますので少し来週以降安心感があるかなというふうには思いますニューヨークダウン行きましょうプラスの360.681.06%のプラス続進で252銭も超えてきたこれはねまず希望一つつながったなというふうに思いますニューヨーヨク フィートマップ見ていただくと、まあ、全面的にほぼ上げていますね。ウォルト・ディズニーは決算をまたいで、ちょっと動画の伸びが悪かったというところで下げております。サンドピー見ましょう。プラスの61.35、1.49%のプラス。こちらも続伸していて、2 5日線もしっかりと超えてきているというところですので、まあ、ひとまずこちらも安心感はあるかなと思います。ナスタック見てみましょう。304.99、2.32%ということで、こちらが一番上昇率としては大きいということにはなりますが、まだこちらは2 5日線を超えていないというところです。 ですからもう少し注視をしながら見ていきたいと思っています。主要銘柄見ていただくと、まあ、大体上げてますね、しっかりと上げてるかなというふうに思います。そして為替コミュニティ見ておきましょう、日経先物見ると220円のプラスということで、週明けはひとまず上がって始まりそうかなと思います。為替はそこまで大きく動いていませんね、原油がちょっと上げてるのは気がかり、金も少し上げててておりりままますすだいいいいぶ落落ちち着着ききししたねで金利も少小型株上がりソックス指数3上が数指昇ととうことになっております。 ソックス指数のチャートも確認しておきましょう、えー。このような形ですね。ナスタックなんかに似てるかなとは思いますが、まだチャンネルや25日制に復帰できていないというところで、来週以降、週明けもしっかりと見ていきたいと思っています。そして、今回下落のね、一つの要因になり得ていたのは台湾だと思いますが、台湾下計指数を見ると1%の上昇だったんですね。そこまで大きな上昇率ではなかったかなというところをぜひ押さえておいていただければと思います。ということで、週明けどうなるかまでは何ともまだ言えませんけども、一旦は安心感があるというこで と,ところは事実かなと思いますで週明けしっかりと上がってくれば日本株も25日制の中に復帰してくれば、えー、チャンスはあるかなと思いますはいではビットコイン暴落の背景と短期上昇トレンドが危うい理由について、えー、話をしていきたいと思いますがビットコインがねここ数日間でかなり下がってますよね1時20%超 下落してていいるととうことになっておりますで、きっかけはですね、やはりこのイーロンマスク氏のツイッターなんじゃないかなと思います。テスラで購入できる、まあ、このビットコインの購入をやめるということをツイッターで投稿しているんですよね。で、このツイッターの投稿で何を言っていたかっていうと、マイニングで化石燃料の消費が急激に増えて、エネルギー消費が少ないものだったらいいんだけども、ちょっと環境にやっぱり悪いから、テスラってこの電気自動車なんで環境に考慮した自動車を作ってるのになんかちょっと矛盾して るよねっていうことで、まあ、これを ツイッターに投稿したということですね。で他の通貨だったらば、まあ、環境によく、良い通貨がもしあるんであればいいよねっていう話をしていたので、まあ、ここちょっと押さえておいていただきたいかなと思います。ちなみにマイニングというのは一体何かっていうことなんですが、まあ、これは簡単に言ってしまえばですね、新しいブロックを作るためのまあ一つの方法だと思ってみていただきたいかなと思います。これ、チェーンフライヤーというサイトを表示してるんですけど、ぜひ一度皆さんこれを見てみていただきたいなというふうに思っています。でなんでみんなこのマイニングをやりたいかっていうことなんですけど もマイニングに成功すするると報酬がもらえるんですよね6.25ビットコインの報酬がもらえるんですね。で、それには計算問題があって、その計算問題を一番最初に解いた人だけがマイニング報酬をもらえる。で、そのマイニングをやるとですね、この中の取引が正しいってことも証明をされた上で、これが できるということですね。で、ブロック報酬というのが6.25ビットコインですから約3437万円、550万円計算だとこれぐらいの報酬がもらえるので、まあ、結構な報酬ですよね。だからみんなマイニングをやりたい、マイニングやって、えー、ビットコインに貢献して、 かつ報酬がもらえるっていう状態なので、ひたすら計算問題を解きまくってるということですね。で、結果何が起こったかっていうと、主に中国なんかでこんな感じでマイニング専用マシンをもう電気使いまくってひたすらフル稼働してるということになってます。まあこういったところが環境問題として今捉えられていて、こちらの記事だとビル・ゲイツですね。ビル・ゲイツがこのマイニングに対して大量の電力を消費するために気候問題を悪化させると。で、それがですね、もう一定規模の国家と同程度の電力を消費しているのがあんまり良くないよねというところですね。 で、これが、大部分が石炭などの化石燃料からの電力の多くを調達する中国に拠点を置いていることで、まあ、かなり環境問題に悪化が見られるということになっております。で、暗号通貨をポートフォリオに追加すること自体が環境にマイナスの影響を与えることになるというところで、まあ、これはバークレイズプライベートバンクの主任アナリストが言ってるわけですね。なんで、こういったところを、まあ、テスラのイーロン・マスク氏も気にしてやってしまったのかな。やってしまったって言ったら変だけどね。えー、ただ、ちょっとポジション遠くかなっていう、そんな気もしなくもない。 なんていうふうには思っております。 はいで。あともう一つ大きな動きとしてですね、もう一つのまあ仮想通貨、イーサリアムですよね、とのパフォーマンスが全く変わってきたっていうところは言えるんじゃないかなというふうに思います。で、どうしてここまでイーサリアムが伸びてきたのかっていうところの背景、いくつかあるんですけども、一つはディファイとか、あとは NFT なんかにイーサリアムというブロックチェーンが使,って使われているからっていうのが一つ背景としてあるかと思いますえ。加えてですね、やっぱり先ほどの環境問題にイーサリアムがもう対応し始めているっていうところですね、になってるかなと思います。でこの イーサリアム2.0というのの準備段階みたいな形で、ステーキング、プルーフオブステークというやり方に変えたんですよね。マイニングの方法が若干変わったっていう風に思ってみてください。マイニングのことをですね、コンセンサスアルゴリズムなんていう風に呼んだりしてるんですけども、ビットコインが採用しているプルーフオブワーク、先ほどのマイニングと違って、膨大な電力やマイニングの機器を必要としないことがメリットと呼ばれているところ、えここがですね、今イーサリアムに採用され始め、2月頃から採用され始めてるのかな。でそれで ここれがが落ちち着いてきててききるるゃんんんと動き始めでですよねえなのでまあこのイーサリアムが急激に伸びたんじゃなないいいいかなという,ふうに思いますはいじゃあ、どのぐらいで止まるのかっていうところにね、ぜひ注目をしていきたいなというふうに思うんですけども、これは週足チャートですね。週足チャートを見る限りは、しっかりとトレンドが維持はされてます。で、13週は割り込んでしまってますが、ひとまずは25周線、26周線ですか、あたりぐらいでは止まってくれるかどうかをちゃんと確認しておいてください。ここ割り込んじゃうと、ちょっと長期的にもう厳しいかなというふうに思います。 で実際にですね下がり続けるのか他にもやり方はあるんじゃないかというところで地球環境に配慮したビットコイン ETF なんかも誕生しているということですねえ要はこれ取引する人たちがですね直接ビットコインを取引するっていうふうになると電気代がかかっちゃうので、まあ、その事前にビットコインだけを大量購入しておいて ETF でまあ一般の方には取引してもらった方が地球への環境に配慮できるんじゃないかみたいなやり方も出てきています、まあ、ただ本質的な解決になるかは何とも言えませんけどもねにになっていますで最後にビットコイン のね、一目均衡表を見ておきましょう。一目 均衡表を見る限りはですね、ここが低下線基準線のクロスと、あとは地高スパンが株価を割り込んでいるのと、あと雲が割り込んでいるということで、めちゃくちゃこれは三役逆転になっているというところですね。ただこの後、まあ、雲のねじれなんかもあったりするので,で、直近安値を割り込んでいるわけではないので、まだこの雲の上まで上ってくる可能性というのはもちろんあるかなというふうに思いますし、先ほども言いましたが、中長期的にはトレンドはまだ上向いているというところですから、一旦下がってもですね、そこまで大きく下げないんじゃないかな という,ふうに思っております、まあ、ビットコインここまでのね流れの中でもうこの流れが止まることだけはないということは事実ですので、まあ、こういったことを踏まえながら地球環境にどうやって配慮したやり方が出てくるかっていうところに注目をしていきでそれが出てくればですねもうすでにまあ取り扱っているテスラ以外にもねテス取り扱っているところがたくさんあるわけですからその流れがまた復活してくる可能性もあるかなと思いますそのためにですね、まあ、僕なんかもビットコインの積み立てやってますけどもそれは絶対やめずに続けていきたいなと思います短期的に下落した時に やめててししままううと一番、ね、積み立てっていうのは損しますからね、えー、ですし、あともう一つの方法としては、まあ、イーサリアムをはじめとする他にも値上がりしている通貨めちゃくちゃありますから、まあ、こういったものにも少し資金を振り分けておくっていうのもね、一つのリスクヘッジになるかなというふうには思います。では2の動画のまとめになっております。ビットコインがこう数日で20%超下落しています。きっかけはイーロン・マスク氏のツイッターであるというところでした。で、マイニングがまあ問題になっているというところなんですけども、マイニングの計算っていうのは、あマイニングっていうのは計算の競争なんですよね。 だからこそ電気がかなり使われてしまうと。で高性能マイニングマシン、フル稼働で稼げるようなそういう状態なので、結果中国で電力消費が問題視されていると。これが環境問題につながっているということですね。になっていますで一方で、イーサリアムはめちゃくちゃ上がっているわけなんですが、イーサリアムのやり方が変わったよというところを押さえておいてくださいで。これがですね、やはり環境問題にも一応対応できてしまっているというところで、加えてディファイとか、あとは NFT なんかにも注目をされているので、イーサリアムが 今、ものすごい値上がりをしているということですね。で、BTC、ビットコインに関しましては短期的に転換懸念、まあ、少し調整が入る、少し短期的には怪しいというところなので、まあ、分散したりとか、あとは、ま、分散以外にも積み立てはね、やめない方が僕はいいかなというふうに思います。ちょっと、あの、投資自体は自己責任になりますが、やっぱこういった局面も踏まえて長期で積み立てていくっていうのがね、非常に重要だと思いますので、ぜひビットコインを検討している方なんかには参考になれば幸いでございます。では、株にも 戻りまして指数の売買戦略今日は冷やしの一目金表を使っててみいきましょう日経平均株価ですけどもこのような形三役逆転状態がまだ続いておりますのでひとまずは転換戦を超えてくるかどうか注目をしてみてください雲のねじれは5月31日ということですからこの辺に何かね大きな動きがあれば、えー、注目をしていきたいと思っていますトピックスいきましょうトピックスもですね三役逆転状態が続いていますので転換戦を超えるか雲のねじれは6月1日ということになっております、えー、マザーズいきましょょうマザーズもでですすねねこんな形です、ね、ちょっと 下げがきつすぎて、転換点まで、転換線までもかなり少ないんですけれども、ひとまずは一目均衡表を置いておいて、これがレジスタンスになるのか、チャンネルに戻れるのか、注目をしていただければと思います。で、その後ですね、転換線まで戻せるか、注目をしていきましょう。ニューヨークダウいきましょう、ニューヨークダウに関しましては、これ転換線基準線の上まで来てるんですよね、そしてチコスパン割らずに上がってきたというところで、やはりニューヨークダウの強さは感じるかなと思います。今後は基準線を維持したまま上がっていくことができるか、注目をしていただければと思います。 S&P も一緒ですね。ほぼね、地高スパンを割らずに上がってきたというところは素晴らしいところですね、えー。基準線を維持できるか注目をしていただければと思います。最後、ナスタックです。ナスタックに関しましては、雲をね、ちゃんと超えてきてるんですよね。で転換線も超えてきてるというところになっております。でちょうど雲のねじれ付近、まあ、正確には5月17日ですが、まあ、1日早く雲を超えてきた、転換してきたみたいな雰囲気が見れますので、えー、これ日本株にもお願いしますみたいな形でお辞儀マークをつけておきました。はい。ということで、今日の動画の ままとめになっております日本株は反発し、アメリカ株は続進しているということですね。えー、ただ、まだ自立反発の範囲内かなというところで、来週以降、油断せずに見ていきましょう。ソックスや台湾加減もまだ油断できずといったところになっております。で、2番の内容、今日はビットコインの話をしましたが、暴落しているのは、イーロン・マスク氏のツイッターが原因であると。でおそらく、まあ、環境問題を問題視してのことだろうということになっております。一方、イーサリアムが上昇していて、まあ、やり方の変更ですね、があったりとか、あとはやっぱり NFT などが有望な形なので、通貨、 他の通貨といいう選択肢もあるかと思いますただ、ボラティリティは激しいですけども、まあ、分散して少しずつやっていく分にはいいかなと思いますので、そういうふうな形で仮想通貨は、ね、注目をしておいてもいいかなと思っています。えー、そして日本株、転換戦復帰になるかというところと、ダウ・ SP に期待、基準線維持して上昇が続くかどうか注目をしていただければと思います。<laughs> 騒がしいですね <laughs> すねません はい、えー。では今日も最後にお知らせを入れさせてください。個別銘柄のとことん分析するマガジン配信中なんですけども、最新記事がソフトバンクグループをしっかりと分析をしたよっていう記事と、あと5月決算発表で上がった銘柄はっていう2つの記事を挙げてますので、よかったらぜひご覧にいただければと思います。で、今回ソフトバンクグループをまあ分析をしてみて思ったことはですね、やっぱりもうこれ AI 企業にもなりつつあるということですね。投資先はほとんど AI なので、それでおすすめ書籍がやっぱりこの新日本という本ですね。以前ね、紹介をしていたんですけども、この本を読んで、 で、ソフトバンクグループを見るか見ないかって全然こう見え方が異なるかなというふうに思うので、ぜひですね、まず新日本見てみていただきたいかなと思います。実物もここにあるんですけども、めちゃくちゃこう分厚い本なんですね。で、これ見るのかなりしんどいので、やっぱりオーディブルで聞く読書であれば、まずは聞きやすいかなと思いますので、えこちらは初月無料で、一、え、冊、ー、無料になってるので、よかったらですね、ちょっと難しいんですけども、この本を何度も何度も聞いていただいて、AI の可能性というのをひとまず感じていただきたいかなと思います。で、AI 企業っていうのは別にソフトバンクグループだけではないですが、ソフトバンクグループ、 えー、ソフトバンクグループのビジョンファンドの中では224社に、ね、投資しているというところですから、まあ、AI を、ね、まとめて購入するというのにも近いのかなというふうなところで、まあ、この決算動画とかも見ながら、ねえー、ぜひこの本と合わせて見ていただくとすごくいいかなと思います、えー、ぜひ参考にしていただければ嬉しいですということで今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております今日はかなりちょっと騒がしかったですけども、えー たまにはいいかなと思って撮らせていただきました、えー、今日の中でも少しでも参考になればグッドボタンの方また明日以降も参考になるテクニカル分析をお届けしていきますので明日以降も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら